はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。いい、はい、一杯やりながらやっております。やりながらやっております。今年もこのイベントがあるもんで、事務局の方なんでしょう、A4 版4枚貼り合わせた手作りの A2 版のポスターを持ってきて1枚引っ張がして裏返しにしたわけですけども、相川から小木までの何キロなんだ、38キロ、2日間かけて歩きましょうつお金にお金にの道中催しが、6月30日と7月1日にあります。去年は俺は、これ去年はバラバラでやったわけですけど、今年は通しでやるということで2日続けてやるわけですけど、去年その相川から真野まで、商工会、真野の商工会まで一緒に行きましたけど、まあよう歩けたもんだと思って、まあ歩く気になれば去年は歩けました。15キロって書いてあるけど、こんなもんだかな距離は。そっから次の日が、今度は今年は次の日があって23キロだそうで、かなりきつい道のりになるかもしれませんが、で、元気な人ぜひ参加してください。こんなことでもねえと、昔の道、まあ旧道っていうのが昔の道も入るみたいで、歩くこともねえと思います。まあ車に乗り慣れた人たち、今のみんな皆さん車に乗り慣れて、ここはどうなんだ、小木から、あだね、真野から小木っちとも国道になっとるみたいですけど、国道を車で行くぐらいしかねえんだと思うんだけど、そんなね、違う補正道、舗装されてねえような道なんかもあるはずなんで、特に2日目は大変かもしれませんが、皆さん、元気のいい若い人たち特に参加してみてください。うちらは年寄りばっかりでっていうのもなんですが、相川を、平日月曜から土曜まで相川の大間から、小木まで往復4キロをこの旗持って歩くぐらいのことしかもうできません。もう膝が痛うて、とてもこのハードな道ついていくわけにはいかんもんで、残念ながらいけませんけども、若い人ぜひ参加してみてください。6月の25日まで申し込み締め切りってありますけど、おそらく当日行ってもそれは OK だと思うんだよな。ゾロゾロと皆さん当日行ってもいいんじゃねえかと。まあ弁当を使う、その食い物の用意が揃わんと困るということで、まあ6月25日まで、申し込みって書いてあるんだけど、何も期待せんでというか、自分らで行くつもりでおれば弁当を手で持って握り飯でも持っていきゃいいんだし、飲み物水筒でも持っていきゃいいんだし、そんなこと考えて、まあ靴履き物さえ、あと雨なるかどうかはちょっとわからんけど、身支度とその食料だけ持っていけば何も誰も迷惑はかからんと思うもんで、その辺、やる気のある人ぜひやってみてください。6月30日と7月1日ね。6月30日は相川からスタート、相川の奉行所、佐渡奉行所スタート、9時集合時間9時になっておりますし、次の日の真野から小木までは真野商工会前を7時半集合っちことになっておりますんで、まあ元気のいい人ぜひやってみてください。以上、佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。